討論会には国連の中満泉事務次長や与野党の国会議員が出席し、核兵器廃絶に向けた日本の役割について意見を交わしました。会の冒頭で中満事務次長は、偶発的にまた何らかの誤りによって核兵器が実際に使用されるリスクが危険なところまで来ていると国際情勢の現状に強い懸念を示しました。討論会では来年3月に開催される予定の核兵器禁止条約第3回締約国会議へ日本がオブザーバー参加すべきかどうかについて議論されました。参加不参加をめぐり与野党の議員の間で議論は平行線をたどりましたが、核兵器の力で戦争の回避を図る核抑止力については出席者全員の共通認識として引き続き議論する必要性があるとの意見で一致しました。出席者は明日の平和記念式典にも出席する予定です。